こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、理論の4番目をやっていきたいと思います。3つのマイナースケールですね。マイナースケールって3つあるんですね。これはクラシックの勉強をした人はもうみんな悩まされたんじゃないかなと思います。まずは復習でメジャースケールの感覚を思い出してもらって、自然的単音階、和声的単音階、旋律的単音階っていうのがなぜできてきたのかっていう話で、まあ、ただただ闇雲に覚えるよりは、こういう風に来たんだって思うと覚えやすいかなっていう風に考えていただければいいかなと思います。それでは始めていきましょう。まずメジャースケールですね。メジャースケールはドから始めてレミファソこうだったんですよね。そうするとドからレの間が全音で全音ね、全全ここが半音になって全全全半になるってことね。全全半全全全半ですっていう話をしましたね。全音とか、半音の話は、まあ、度数ってやつですね。一番最初にやったやつを見ていただければと思います。例えばだからソから始めると、ソから全全ここを半このままいいですね。全全で全半ここがここのファのところをシャープしないと、最後が全然全半にならないので、こういう風にして音階ってできてますよって話ですね。じゃあマイナースケールっていうのは何かっていうと、マイナースケールはですね、まあ、要は同じドレミを歌ってて、ってやったとしても、例えばラから始めると、まあ、暗い感じになるということですね。そのままドレミファソラシの場所を変えると、こういうことですね。だから暗くなるでしょって話ですね。それは自然的単音階って言って、ラから始めたドレミファソラシド。これって感覚的に言うと、ラから全半全。ここがポイントですね。で、全半全全になると、これが自然に発生したナチュラルマイナーと言います。これをわかりにくいんで、ドから始めると、こうね、全半全。全半全全っていう風になります。これがナチュラルマイナー。自然的にこう、鍵盤を自然的にだから始めたら発生するから自然的に、単音階、ナチュラルマイナーという風に言います。じゃあ、和声的単音階、ハーモニックマイナーって言うんですけど、これジャズではね、ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローとかっていうのが出てくるんですが、まあ、覚えとかなきゃいけないんですね。で、5度にトライオトーンを作るために音を変化させた単音階ということなんですね。どういうことかというと、ドから全半全、全半増二度、半という、スケールになるんですが、これはなんでそういう風になったかというと、このスケールでの5度、7っていうのはこうですね。5度マイナー7っていうのになって、そうすると、例えばそのまま1度の C マイナーに解決すると、なんかあんまり強い感じにならないというか、不安定な感じがなくなるね。だから、ここを元に戻して、ってやると、あ、なんか解決した感じ。そこに行きたくなるなんていうのは強くなるでしょ。だから、ここの、普通のスケールの音だったやつを、ここね、これがナチュラルマイナーだから、ナチュラルマイナーの音を、全半全、全半増二度半っていう風にすると、ハーモニックマイナー。っていうのは、要は、ハーモニー、和声的なもので作られたので、ハーモニックマイナーという風に言います。はい、それでは次、メロディックマイナー、旋律的単音階というですね、和声的単音階は、ここが黒鍵だったでしょ。で、そうすると、ここが黒鍵だと、ここの音階の感じが、まあ、アラビア的な音階とか、インドみたいな感じの音階にすごい似てると思うんですけど、この音階がやっぱりちょっとこう、神様の音楽ではなくて、やっぱり教会的には悪魔の音階ってされてたんですね。ちょっとおどろおどろしいっていうか、ちょっと怖い感じがするのかな。そういう感じなんです。でもこれね、文献がちょっとないんでね、はっきりは言えないんですけど、もしよくご存知の方いたら、昔ね、すごくこういう、音楽療法されてた方に聞いたことがあるんですけど、もう極度の自閉症の人って、同じ部屋にいても、人がそこにいるのを認識できないんですって。ところが、パッてピアノに座って、これを、こういう感じのメロディーを作ってピアノを弾くと、ふってその人のとこに来て、そこに人がいるのを気づくんですって。で、喋りかけたりするらしくて。だから、音楽療法ではなぜそうなのかっていうのがまだ解明されてないけど、結構有名なお話だよっていうのを教えてもらったことがあるんですけど、和声的単音階、ハーモニックマイナーの方ですね。だからこのハーモニックマイナーっていうのは、まあ、悪魔の音階とは言えないのかもしれないけど、まあ、この当時のヨーロッパの人たちはみんなこの音階をやっぱりこう嫌っていたわけなので、そうするとメロディーをこれで使うとちょっと気持ちが悪いので、じゃあそこの、音もこの黒鍵を下に落としてしまって、こうしようと。で、クラシックの場合はなぜか、帰ってくるときは、下に下がるときは普通に自然的単音階にするっていうのがなんか、まあ、習いでもあるんですけど、ジャズなんかではもう加工も全部これで使います。なので、今はまあ、クラシックのテストを受けるときは加工のときはここを、黒鍵に戻していただいて。でも、まあ、実際ジャズとか作曲で使うときはメロディックマイナーは加工系でも別に普通にそのまま。で使うことが多いというふうに覚えていただければいいのではないかなということですね。なので、こういう理由で、だから、基本的には3つとも、ここまではみんな一緒なんですよ。で、そこから、ここが自然的単音階で、ここまで一緒、ソまで一緒で、で、ここを、こうすると、和声的単音階。で、ってやると、旋律的単音階になるということで、最後の3つの音か、にするかっていうことですね。最後の3つの音だけ変化するっていうふうに考えてもらうと、マイナースケールっていうのは基本的に5度までは全部一緒です。ここまでは一緒です。そこから先の3つの音の選び方で3つのスケールがあるというふうに覚えていただいて、どうだっけと思ったら、そういうふうに、5度7ができるようにして、そっかそっかっていうふうに思ってもらえば、時間さえかければ全然いけるの、テストでいけるんじゃないかなと思います。なので、覚えるためには、こういうふうに覚えておいてもらって、でも演奏してるときはこれも考えてられないので、やっぱ完全に覚えてしまうしかないですね。でも3つもあるけど覚えないかんということでですね、ぜひ覚えていただけたらと思います。というわけで、難しいけど、3つ覚えてくださいね。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。